エリック・ロメール、1920年3月21日から2010年1月11日は、フランスの映画監督、ヌーベルバーグのいわば鳥であり、この映画運動を代表する映画人のうちでは名声を確立したのが、最も遅い。男女の恋愛模様を軽快なタッチで描く一方、文芸作品などにも取り組む。フランス中部、コレーズ・ケンチュールに生まれる。 大学で文学を専攻し、1942年に文学教師の資格を得て、パリのリセで教弁を取る。その傍ら映画評論を執筆する。1950年当時、シネクラブデュカルティエラタンの機関誌、ラガゼットデュシネマを編集発行していた。そこには、ジャック・リベット、ジャン・リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーラが執筆参加していたが、 半年で廃刊して、アンドレ・バザンラ・サガンのもう一つのシネクラブ、オブジェクティフ49による、カイエ・デュシネマ創刊に合流した。1951年、バザンラによって創刊された同志に寄稿し始め、後に6年間編集長を務める。1959年、長編第一作、シシザを監督し1963年に発表。 クロード・シャブロールの設立した会社で制作したが、同社は遺産相続による潤沢な資金で起こしたもので、そのエピソードは本作のストーリーのモチーフとなった。1962年、バルベ・シュレデエルともに、レ・フィルム・デュ・ローザンジュという会社を起こし、同年、連作、6つの教訓話を取り始める。ありがとうございます。